はい、ピースケです。サクスペ用動画撮っていきたいと思います。はい、ということで、まあ、絶賛今呪術廻戦コラボ中なんですけど、まあ、終わった後ですね、終わった後も新高校と、パワープロの日がもう終わるとね、すぐ迫ってくるので、まあ、その辺をなんか考慮しつつ、なんか今のね、コラボ判断してもらえればなっていうところも含めてっていう感じで、はい、ちょっと紹介今のうちにしとければいいかなっていうふうに思います。はい、ということで早速いきましょう。もうちょっと出てるんですけど、まあ、まず直近で、めちゃめちゃ必須キャラになってくるのがこの野球マスクです。はい、でまあテーブルとかが、まあ、あのモルモットとかの、タック強いテーブルっていうんですかね、得意練習と、タグボ90の練習効果30という、はい、感じの、性能になっております。で技術ボーナーでイベント発生率アップ持ってて、うん、まあ、厳選とかでもね結構向いてる、はい、キャラになってます。はい、でさらに覚醒ついてるので、特練習がまあ 50% ぐらいになると、で単練なので、うん、変化めちゃめちゃきますし、闘争学園だとまあ2種になりますけど、はい、特練習かなり高いっていう感じになってます。でコントロールも106で、まあ野手の方だとミート2だけなんですけど、うん、まあ、それでも投手野手ともに必須キャラっていう感じになります。はい、めちゃくちゃ強いです。桐朔学園とか花丸に関しては、まあ桐朔学園投手も野手もどっちも行きますし、うん、花丸も全然行きますしっていう感じで、うん、まあかなり強いキャラという感じになっております。はい、まあ、テーブルだけ見るとね、まあそこまでめちゃくちゃ強いのかっていう、ワールド進むのが強いんじゃないかみたいに思う方もいらっしゃると思うんですけど、うん、なんかめちゃくちゃ強いですね。なんかめちゃくちゃ強いって言い方はおかしいかもしれないけど。はい。で、まあ、金徳も2個で、ハイスピン、速球、プライドで、逆襲、アイコンタクトって感じでます。はい。で、まあ、覚醒の多分 20% 上乗せが多分だいぶ強いのかなっていうふうに思うんですけど、個人的には。うん。野球マスク入るだけで、花丸もね、平均点数めちゃめちゃ上がりますし、うん。まあ、闘争もね、間違いなく強いキャラっていう感じ、まあ使用感的にそういう感じだったので、うん、まあまず確保したいキャラかなっていう。はい、まあキャラ自体もね、野球マスクで、まあ昔からやってる人は激アツなキャラなんじゃないかなっていうふうに思います。はい、じゃ続きまして、はい、パワープロの日の目玉キャラです。石沢演武です。はい、で打撃スタミナっていう感じになってるんですけど、まあ二刀流がやっぱね、この時期闘争学園来るとめちゃくちゃ多くなってて、あの得意練習変換されるので、シングルの性能でダブル得意練習にできるよっていうところで、闘争学園で二刀流キャラが強いっていう感じなんですけど、はい、まあそういうところで、でスタミナが走塁に変わるんで打撃走塁で使えるキャラになっております。はい、で走塁と補給が4ついてるっていう、初かなこの時が、うん、でまあ年末テーブルで挑発走力バーストっていう感じなので、うん、もうだいぶ性能がね、まあ、この辺からまあだんだんぶっ壊れが増えていくって感じになってます。はい、あまねのテーブルと一緒かな。はい、で得意練習もついてますよ。得意練習タグボついてるんで、まあ、だいぶタック強いですよね。 100% ぐらいになるのかな、うん、100%30% ぐらいにはなると思うので、うん、だいぶ強いです。はい、文句なしのパワープロの日目玉キャラっていう感じになってます。はい、で毎年あまねとかこの辺のキャラ、8月頭ぐらいで来ちゃって、当日折りキャラみたいな感じなので、まあ、野球マスクと石沢演武は、まあ、コラボ終わったら割とすぐ来ちゃう感じなのかなっていうふうには思いますので、はい、ぜひ、まあ、その辺の、何判断しつつ今のコラボね、まあ、五条さんは多分ぶっ壊れてると思うんで確保した方がいいキャラかなっていうふうに思うんですけど、はい、まあ、その後すぐにこの辺の必須級のキャラも来るので、まあ一応注意しておいてくださいっていう、はい、感じになっております。はい、で続いてが常設闘争キャラになってます。はい、で闘争キャラが結構ね使わないキャラが結構多くて、
闘争学園だとね、はい、まあ、引かなくていいかもしれない、まあ、っていう可能性もありますし、モコちゃんみたいに、固有のね、高校固有の、効果を上乗せして使えるようになる可能性もあるので、ちょっとその辺は出てきてのお楽しみって感じかなっていうふうに思います。はい、でまず多田須直ちゃんですね。で彼女キャラ1人必要になって、専属マネージャーみたいな、システムがあるんですけど、はい、そのために彼女キャラが必要で、まあ、一応彼女枠で、うん、闘争限定って書いてありますけど、はい、金徳2個の、肩上限、スタミナ上限っていう感じになってます。はい、で、まあ、一応レンちゃんとスワノが、どっちかっていう感じなんですけど、まあ、スワノ来てからスワノの方が多いかな、うん、っていう感じなので、その2人のね、2人結構このオートデート初彼女のスワノだったりとか、レンちゃんの場合は、メンヘラ効果で最初から専属マネになってくれるとかっていう効果があって、それで2人よく使われてたって感じなんですけど、その効果がね、どっちか追加されてるとかオートデートになってるとか、最初からただ素直の場合は専属マネになってくれるとか、追加されてると、まあ、また選択肢に入ってくる可能性はあるのかなって感じなんですけど、はい、そのままの性能だとしたら、レンちゃんかやっぱスワノの方が強いのかなってなっちゃうので、うん、まあ、そういう風になるとちょっと使う出番はないのかなっていう感じにはなってます。まあ、一応デートしなくてもいい性能ではあるんですけど、はい、まあ、一応そういう感じになっているキャラです。はい、で次シュバリエです。シュバリエもね、テーブルとか見た感じはね、結構強そうなんですけど、うん、こついべとかついてるんだ。うん、シラスの方がいいのかな。タグボ120とかだし、うん、結構投手とかでも使え、急速変化とかになるのかな、筋力が変化に変換みたいな感じだと違ったっけ、忘れたっていう感じは結構強かった気がするんですけど、筋力も2個だしね、うん、まあ、ちょっと出番はないって感じかな。はい、まあ、守備上限なんですけど、うん、まあ、なんか出番できるような環境になるといいのかなって、まあこの中では結構強い方だと思うんですけどね。はい、そして宮田くんです。はい、こいつは本当は外れかな。はい、一応金徳2個とかになるんですけど、うん、こいつはさすがに多分使うことないかなっていうふうには個人的には思っております。はい、山登りとかかな。はい、で続いて、沢渡さんです。で沢渡さんに関しては、まあ、結構走塁キャラなので結構強い可能性があるのと、うん、まあ、逃走の時はちょっと出番あんまなかったんですけど、一応強そう、この中で一番可能性あるありそうっていうところと、環境次第だね。うん、あとはまあ、覚醒もする、まあ、覚醒するのはエジプトキラーなんですけど、エジプトの時に結構覚醒してからちょいちょい使われてたりしてるキャラなので、まあ、持ってて4人の中だと一番当たり枠なのかなっていうような感じにはなっております。はい、走塁キャラとかもあんまりいなかったりするんで、うん、出番あるかもしれないって感じですね。うん、まあ、改造とかされる可能性もあるんで、うん、そういうのがあればあるほど出番は出てきそうなキャラではあるかなっていうふうに思ってます。はい、って感じですね。まあ、闘争は基本的にはキリルだけいれば OK って感じで、うん、この沢渡と多田須直ちゃんに関しては、まあ、場合によって入ってくる可能性はあるかなっていう、その改造されたりとかね、で出番はあるかもしれないっていう感じになっております。はい、で続いてなるみくんです。なるみくんに関しては覚醒があるかなっていう、まあもう出ちゃってるので覚醒があるかなっていうところで、得意レシュ 60% あるんですよねで変化と守備なので、まあ、分散はされちゃうんですけど、まあ、またスバルとかとまたちょっと違うような感じのキャラで、俺はちょっと結構好きなキャラ、イベントも
めちゃめちゃ重くない方のキャラなので、スバルと違って、うん、で金徳もまあ増やしてくれたらありがたいかなっていうところとか、まあ1個なんでね、サクスペの方だと、うん、まあもし覚醒が来た場合にはこの得意練習とかが、強化される感じになるのかなって思うので、うん、ぜひお願いしますというふうに思っております。で、なるみくん自体が俺結構好きなキャラだったりするので、あの復活したパワープロヒーローズか、ヒーローズのメインキャラつかライバルキャラみたいな感じなので、あのそのゲームが結構好きだったので、パワープロなんかあの復活した時にねやってたキャラで、はい、思い入れあるキャラなので、覚醒とかで出番また出てきてくれると嬉しいなというふうに思っております。はい、で続いて大神くんですね。まあ、ピンクと一緒に来てたキャラなんですけど、うん、ピンク先に出てきたので、本当はね、エビル強化ぐらいで、あの、秋付近で来てたキャラなんですけど、まあ、もしかしたら前倒しで来るかなっていうところで、はい、一応入れてあります。はい。で、やる気150の、まあ、50だとめっちゃ強いって感じかな。タグボ65とかなんですけど、まあ、こういうと合わせて、まあ80ちょい80、90ぐらいにはなるかなっていう感じで、まあ四股のリリーバーですね。中継ぎ育成で本当に欠かせないキャラになってて、まあ、唯一のあのリリーバーキャラなので、はい、出てきたら必須かなっていう感じになってます。で、まあ抑えだと1人になるんですけど、中継ぎだとそこそこ何人か、あの先発よりも作る人数多いと思うので、まあ、結構投手環境の整備でかなり使われるキャラなんじゃないかなっていうところで、至高の投手シリーズでね、まあ、先発の方はまだないけど、うん、リリーバーが一番金徳的には重要なのかなっていうふうに思いますので、まあ、その唯一キャラっていうところで、まあ、急速変化でもありますし、はい、まあ、エビルの強化とかそれ以降のまあ投手環境、桃鉄でも中継ぎ作るときは絶対入りますしっていうキャラなので、はい、まあ、ぜひ出てきたらゲットしようっていうキャラになっております。はい、で続きまして前剣です。で前剣どこ行った問題がありまして、本当は春に来てるキャラなんですけど、あの新入部員の時のキャンペーンで、実装されてたキャラで、まあ、ちょっとまあプロ野球選手っていうかメジャーリーガーとのコラボのやつなので、どうなんだろうね、まあ、ちょっとその契約関係で出せないのかもしれないですけど、うん、マイケンスライダーとかね、はい、街道変幻時代とか、うん、まあ、ちょっと出番あんまそんなになかったキャラなんですけど、まあ、遅くなっちゃってるんで、まあ、ちょっと内容ね、コントロール練習改革とか持ってますけど、ちょっとこの辺のテーブルをあの強化してもらって出てきてくれると嬉しいのかなっていうふうに、はい、思います。はい、でまあプロ野球関係でいくと、プロ野球とかメジャーリーグ関係でいくと、マー君もね覚醒来てないよね。マー君覚醒すると結構強いんですけど、マー君来てなかったりとかもしますし、キャラは来てるけどね、覚醒が来てないとかあるし、まあ、そういうのもあの来てないとか考えると、このイチロー様ですね、あのね絶賛ぶっ壊れ中の超重要キャラなんですけど、さすがに来ると思うけどな、まあ、エジプトの終わりで実装されたキャラなんですけど、まあ、春ぐらいにはなるけど、来年来てくれるのかどうかとか、まあ、ちょっと心配になっちゃう感じではあるかなっていうところにはなっちゃいます。はい、前剣です。はい、何かしらで実装お待ちしております。はい、でまああとレイリーですね。レイリーはエビルの強化が来るちょっと前に4400万とか500万とかのダウンロードの時に、まあ、ちょっと早めに、まあ、その後にね闇のとかあの新キャラのね、あの闇の何あれ闇の兄弟、お姉ちゃんだか忘れたけど、が実装とかになってって感じだったんですけど、はい、でその前に先に追憶のレイリーって、これ中学生のレイリーかな、はい、が実装になったりとかしてるので、まあ、これ逃走でも使われたか、逃走で、まあ、やる気150で
タックとかそんな強くないんですけど、うん、まあ、走塁練習改革がめちゃくちゃハマってたりとか、うん、まあ、縦橋の選手版みたいな感じですね。で打撃走塁で、はい、まあ、現在でもシラスですね、シラスで、まあ、呪術キャラ持ってない人とかは重宝してるキャラだと思うんで、うん、しかも可愛いというね、はい、それは関係ないか、はい、って感じなんですけど、関係なくないな、うん、まあ置いといて、うん、出てきたら必須キャラっていう感じになってるやつなので、うん、まあ、まあまあまあ、夏終わりぐらいですね、夏終わったぐらいで、実装あるのかなっていう感じになってます。はい、であと2時3時とかなんか来る噂とかもなんか情報を言ってくれた人とかもいたんですけど、うん、とかパズドラも来てないし、まあ、パズドラモンストはまあ来れないっていうのもあったりとか、うん、まあ、マイケンみたいにあれ来てないなみたいなキャラも結構いるので、まあ、その分オリキャラで補っていくのか、まあ、ちょっとわかんないんですけど、うん、まあ、結構それで来てないキャラとかも多かったりするので、まあ、直近はまあ野球マスクとか石田演武、がまず必要なキャラっていう感じになってるんですけど、うん、まあ、その後のキャラクターがまあ誰来るのかなっていうところも気にしつつ、パープルの日っていう感じなので、うん、まあ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 ちょっと読めないところが多いんですけど、はい、まあ、夏はこんな感じかな。うん、でですね、まあ、もう実装済みなんだけど、鬼滅キャラですね、鬼滅キャラがやっと出番夏になると来るので、もう炭治郎引いた人とか、義勇さん引いた人とか、まあ、あと煉獄さん、猪之助、まあ忍さんはまだ全然もうすでに結構使われてたりとかするので、この野手メンバーですね、主に野手メンバーの二刀流キャラとか、まあ、特にね、義勇さんとかが、ちいちゃんがね、ちいちゃんが守備上限持ってない関係もあって、安打製造機守備上限枠、うん、で義勇さん、まあ、結構強いんで結構最初大変だったりするんですけど、うん、結構義勇さんが、テンプレ、まあ、実装した時もね、義勇さん強いっていう感じで、まあ、炭治郎、義勇さんとかは特に闘争学園活躍してたキャラなんですけど、入ってくる感じになると思うので、はい、まあ、お待たせしましたというか、はい、感じになってますんで、うん、やっとね出番が来ましたよっていう、はい、まあ、そんだけなんですけど、はい、感じになるので、そうだね、まあ、そう考えると、まあ呪術のキャラとかもね、まあ、今シラスで結構使われてたりとか、新高校活躍してるっていうのもあるんで、うん、そうですね、まあ、来年どうなるか分かりませんが、ちょっとその辺が、夏にあることまとめられない、どうしよう、はい、って感じなので、うん、まあまあその辺気をつけつつ、今の呪術とか、はい、まあ、その後の環境とかを楽しんでいただければなっていう、はい、感じになっております。はい、以上です。伝わったかな、ちょっと長くなっちゃいましたが、はい、これで今回の動画は終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録と、高評価と、まあ、コメントとかぜひねいただけるとやっぱ嬉しいので、質問とかでも何でもいいので、はい、くださいということで、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。はい、2回目ですが、バイバイ。ピースな一日をお過ごしください。